IAEA は独自のデータを取ったのか、海洋放出に関する岸田政権の判断に連帯責任を負ってくれるのかということを聞いたんですね。 IAEA は日本の公表データを検証したと、自分でデータ取ったわけじゃないんですよ。連帯責任や担保に関してアルプス処理水放出は日本政府による国家的決定であって、推奨するものでも支持するものでもない。それはでも当然でね、だって今回の措置は国連がやることではなくて日本政府がやることだから、今原口さんがおっしゃったことは私は当たり前だと思うんです。当たり前だけど、さも足立さんはそんなこと言わないけど、 IAEA がお墨付き与えたんだと言っている人がいるから、僕が IAEA だったら独自にデータを取る、ね、今モニタリングについては IAEA がちゃんと入ってきてますよね。そうそうそう、そ